はいどうも水です今日の動画は非常に胸クソが悪い朝日川14歳いじめ事件の続報になります最新情報などを皆様にお伝えしたいなと思ってこの動画を作りましたまず亡くなられた広瀬沙耶さんの叔母にあたる方がツイッターに登場しました でネット上で憶測が広がっているえサーヤちゃんを守る会についてえこう説明えしています。現在え一部でサーヤちゃんを守る会についてさまざまな憶測がありますので、私の方から。 ご説明させていただきますサーヤちゃんを守る会はえビラ配りや創作活動にご協力いただける方々を募り作成したものであり私自身え当初から参加しておりましたので噂されているような内容のえ事実はえございませんということですで、まあ、一部ではですねえそのサーヤちゃんを守る会についてえこれはえ加害者たちが あくまでーヤちゃんのことを守ろう、守ろうということで守る会を作って自分たちの存在をカモフラージュしていたんじゃないかというような憶測とかが出てたんだよね。で、それをーヤさんのおばに当たる方がツイッターでいや、これはねって。ビラ活動 に協力してくださる方々を集めてで作ったものだよというように説明しております。まあそりゃそうだよねっていうような話です。はい。で続いてですね、YouTube に投稿されたサヤさんらしき少女の動画についてもこのように述べています。 YouTube に上がっている本物の広瀬爽彩の動画についてですがこちらは爽ヤではありません真偽のわからない動画や画像などの拡散は新たな被害者を出すことになりますのでお控えくださいよろしくお願いしますと、えー、ツイートしてますで、まあ、これだけじゃね、えー、本当に爽彩さんのおば様なのかと いう,ふうにまあ、疑うね、えー、人たちとかもまあ、出てきてもまあおかしくはないという,ふうにねで思うんですけれども、えー、これね、ねン谷さんの、えー、まだ、ね、こう世に出回っていない絵をね、えー、この方、えー、サムネにしたりとかであと、これン谷さんが行方不明になった時に配られたビラをまあ、このように3種類、えー、載せていることからこれほぼね、えー、間違いないとで思います。 で、なんでね、このサイヤさんが行方不明になった時にこに配られたビラ、こう3種類こうやって載せているのかというと、ですね、これ、ちまあ巷でこう出回っているこうビラはですね、言うて、えー、その2、3、まあ、どちらかというと3が主だと思うんですね。で、なので、まあ、その1、2をね、えー、こうやって持ってらっしゃる方って、まあ、言うて、えー、ほとんどいないわけですよ。で、 まあなので、えー、この1、2、3、この3つをね、えー、持ってらっしゃる方は、もう本当にご遺族の関係者しかいらっしゃらないので、まあこれはあーのー間違いなく、イ、え、ヤ、ー、さんのおば様であることっていうのはね、間違いないでしょうというふうに、えー、僕はね、考えております。はいですのでね、えー、そのご遺族の関係者に対する誹謗中傷、これはですね、えー、やめましょうというお話ですね。 でまあ、続いて、ですね文春オンラインによるとでさやさんが川へ飛び込んだ事件を地元の情報誌メディア旭川が報じた後北西中学校は保護者たちへ地元情報誌に本校に関わる記事が掲載されました。 ありもしないことを書かれた上言いわれのない誹謗中傷をされ驚きと、えー、悔しさを禁じ得ませんと、えー、書いたプリントを配っていたでしかもねそのプリントは当時の北西中学校校長が、えー、配布を許可したものであったと、えー、いうことですねでまあこれでもびっくりな話だと思うんですよ でまあそのメディア旭川が2019年10月号に報じていた内容というのはその北西中学校がこのいじめを隠蔽しているよというようなことなんですね。でなので北西中学校側からしたら当校はちゃんといじめの調査もしたし調査をした結果 ね、いじめはなかったとえ、市の教育委員会の方にえ報告をしたのにもかかわらず、自分たちがこういじめを隠蔽したというふうに書かれているのはありもしないと、ね、いうふうにえ言ってるわけなんですが、まあ、隠蔽したのは、ね、こう事実でしょうということですよ。ねまあ、当時のね、 こう北西中学校がどのように、えー、広瀬爽彩さんのことを調査したのかっていうのは、えー、具体的な内容というのはまだ報じられてないし発表もされていないで、まあ、結局です、ね、中学校と教育委員会は爽彩、ね、さんの、えー、お母様がねこう弁護士を立てて情報開示をお願いしますと言ったのにもかかわらず、えー、当時の、ね、こう記録や資料というのを一切開示拒否。 しているわけですよなので、どのように調査をしたのか、どのように、ねえー、どのような理由でいじめはなかったんだというふうに判断したのかっていうことが、これ、明らかに、ね、なっていないわけです、はい。なので、いじめは隠蔽しないよって、えー、なぜいじめはなかったと、市の教育委員会の方に報告をしたかというのは、 これ当時のえ中学校のえ関係者の人たちしかえ知らないわけですただ、まあ、こうやってね、はから見てると爽彩さんの件っていうのはねこう刑事事件にもなってるわけじゃないですかで刑事事件にもなってるにもかかわらずいじめはなかったというのはありえないよねとでもうこれはね北西中学校が隠蔽した市の教育委員会もそれに加担したと言ってもえ過言ではない。 話であるというのはもうこれ周知の事実だと思うんだよねでここねすごく大事になってくると思うんだけれども、ね、第三者委員会の調査をきっかけに、ね、第三者委員会がじゃあ最終的にじゃあいじめはあったというようなこれ報告を市長に行った場合これ当時の中学校の関係者そして市の教育委員会の 担当者たちはこれ処分を受けないんですかという話ですよいやまさかねこれ一切処分はなかったと処分っていうことであればこれはこれでね教育行政に対する不信が高まるような話だからこれはきちんと処分をするべきでしょうだってねいじめを隠蔽したわけだからさねだから まあその現状ね、ね当時の北西中学校の校長先生は、まあ、今やですね、えー、別の仕事をしていらっしゃると、まあ、別のところでね働いていらっしゃるわけなんで、ねえー、その教育委員会と教育委員会のねそう第三者委員,教育委員会が作った第三者委員会の調査にどこまでね真摯に向き合ってくれるかわからないけれどもね さすがにちょっとこれはないよねっていうような話になってくる。で、まあ、当時のね、学校関係者や市の教育委員会の担当者たちはね、これまで保護者説明会、そして市議会で行われた、で、文教経済委員会、常任委員会だっけ、の会議、 とかでも、も、えー、第三者委員会の調査が、えー、あることを理由に、えー、保護者や市議会議員たちの追及を、のだりくらりとかわしていることが、俺は許せないで。で、市の教育委員会の責任ってのは何なのかっていうと、当時ね、 刑事事件になって警察が捜査をしたにもかかわらず学校からの報告をそのまま鵜呑みにして市教育委員会独自の調査をえ行うこともなかったでしかもえ市の教育委員会から学校に行われたのはあくまで口頭での指導なわけですよこれがちょっとねえどうなんかというような話ですよだから市の教育委員会もいじめをその、ね、え見過ごしていたと いうようよななことになるわけで、えー、学校は学校でねなん、えー、でかわからないけれどもいじめを隠蔽したでこれに関してもうどうなんだというような問題になってくるねただねこの第三者委員会の調査ねこれがねまたね、えー、難しい問題であくまでねこう警察みたいに、えー、強制権っていうのはないわけですよなので、えー、あくまで関係者の人たちに対して任意に 応じてくださいねっていうような形にこうなるからどこまでそのね本当のことを、えー、第三者委員会の調査で喋るかどうかわからない、まあ、実際ね、えー、その当時の加害、えー、児童たちも、ねえー、口裏合わせをしたりとかであと、まあ嘘のことを言っていたりとか、まあ、するわけですよなので、えー、それをね、まあ、調べるこう手立てっていうのは強制的にはできないわけです。 であくまで任意になるのでなのでどこまでですね当時の関係者の人たちが真摯にこの調査に向き合ってくれるかっていうのが、まあ、キーポイントにこうなってくるというふうに、ね、考えるでやっぱりね、まあ、警察自身もこれはね再捜査をしてほしいでなんでねこう再捜査をしてほしいのかって言うとですよで、まあ、サーヤさんのわいせつ画像というのが当時 えー、かなりですね拡散をされた現状があるわけです、で児童ポルノっていうのは、ねこれ、製造にも責任がある、単純所持にも責任があるわけだから、きちんとこう再捜査を、えー、してですね、まあ、当時、えー、何もね、えー、変なことはなかったのかっていうことは、ちゃんとね、これ、明らかにしてほしい、で何かあるのであれば、きちんとですね、 えー、その処分を下してほしいなというふうに、えー、僕自身は思っています祈っておりますということで、まあ、本日の、えー、動画なんですけれども爽彩、えー、さんの、えー、おばさんが、えー、ツイッターに現れたという話とであとですねまあその「文春オンライン」の最新記事もう本当に驚愕しました、ね、まだまだ、えー、学校関係者市教育委員会の担当者たちは逃げ回るのかと いいうようよなえ話でえございますということで、もしこの動画を見ていいと思った方はえ、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、みずにゃんでした。